ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーのアトラクションはディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー内に設置されたアトラクションの一覧である。以下でいうアトラクションの開設日は運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より前の期間にも完熟訓練や最終確認のため事前告知せず運営を行う場合がある。また、 ディズニーパークの用語に合わせ、従業員を、キャスト、入場客を、ゲスト、アトラクションの半期部分を、ライドと表記する。映画、モンスターズ・インクのダークライド型アトラクション。マジック・キングダムや東京ディズニーランドにあるモンスターズ・インクのアトラクションとは違い、映画本編のストーリーをアトラクションでも利用している。元はオープン当初からあった。 アトラクション、スーパースターリモの外観や内装を変えたアトラクション。内容は、モンスターシティに入ってしまったブーを、サリーとマイクが人間の世界に戻すのを追いかけるというもの。映画、アナと雪の女王をテーマにした本格的なミュージカルを見られるアトラクション。ディズニー・ジュニアダンスパーティーは、 ディズニー・ジュニアのキャラクターたちが次々に登場し、歌ったり踊ったりする、ショータイプのアトラクション。ディズニー・アニメーションは、ディズニー作品の世界が楽しめる建物。ディズニー・アカデミーディズニー・アカデミーは、ディズニーのキャラクターの描き方を教えてくれるアトラクション。タートル・トーク・ウィズ・クラッシュ・ソーサラーズ・ワークショップ。ソーサラーズ・ワークショップは、アニメの吹き替えや制作を学べるアトラクション。 元々はパラダイスピアという名称だったが2018年6月にリニューアルされた観覧車ワンダーホイール型アトラクションアトラクションに乗るときに2つのコースのどちらかを選ぶ片方のコースは観覧車の外側をゆっくりと回る赤いゴンドラに乗って普通に景色を楽しめるもう片方のコースは観覧車の内側を回りながら角度によって 落ちたりするオレンジか紫のゴンドラに乗ってスリリングな体験ができる。パーク開園時にあったアトラクションをリニューアルした。オープン当初はサンウィールという名称で観覧車の中心には太陽の顔が設置されていた。2009年5月4日よりミッキーのファンウィールにリニューアルされ、中心にあった太陽の顔をクラシックなミッキーの顔に変更した。 ピクサー映画、インサイドヘッドをテーマにしたアトラクション。2018年6月パラダイスピアが、ピクサーピアにリニューアルされるまでは、パラダイスピアの一部だった。パーク開演時にあった、オレンジスティンガーをリニューアルした、回転ブランコ型アトラクション。ミッキーの大演奏会をテーマにしている。ライドには一人乗りと二人乗りがある。パーク開演時にあった、 マルホーランドマッドネスというアトラクションを、グーフィーのグライダー教室をテーマにリニューアルした、小型ローラーコースター型アトラクション。小型だが、かなり激しい動きをする。ロケットをテーマとした回転ブランコのアトラクション。なおライドの上下は、機械で設定されており、操作することはできない。ベーカリーツアーは、実際のパン工場を見学することができる。 ウォークスルータイプのアトラクション。レッドウッド、クリークチャレンジトレールは、森の中にある、アスレチックタイプのアトラクション。映画、ブラザーベアと、カール G さんの空飛ぶ絵をテーマとしており、随所に、映画の登場キャラクターの姿が見られる。メーターが主催するジャンボリーに参加し、トラクターが引っ張る荷台に乗るアトラクション。 同様の動きをするアトラクションで2020年9月28日に東京ディズニーランドにオープンしたベイマックスのハッピーライドがある。3本の鉄塔それぞれに外側を向いた座席があり座ると地上54メートルの高さまで急上昇、急降下するフリーフォールタイプのアトラクション。名称はカリフォルニア州にある都市マリブからパラダイスピアにあったが 2010年9月7日にクローズした。地面にたくさん設置されている穴から空気が出て、タイヤ型のライドが少し浮き、体重移動によってコントロールすることができる。しかし、新アトラクションへの変更のため、2015年2月17日にクローズした。映画、アラジンをテーマにした本格的なミュージカルを見られるアトラクション。新しいショーを導入するため、 2016年1月11日にクローズされた映画バグズ・ライフをテーマにしたテーマエリア2018年3月21日2020年にオープン予定のマーベル・シネマティック・ユニバースシリーズをテーマにしたエリアを作るため2018年末をもって閉鎖されることが決定した It's Tough to Be a bug b u g Bountiful b a l e Farm Flix フライヤーズ・フランシスのレディー・バグ・ブギ・ハイムリックの、チューチュートレインプリンセス・ドット・バドル・パーク・タック・ロールのドライブ・エム・バギーズ。ありがとうございます。